こんにちは、アスカ塾の中山です。我々が生きるこの相対的世界には作用と反作用が必ず存在しています。70キロの人が地球上に立てば、同じ重さで抗力という反作用が重力と逆の方向に向かって働いています。作用と反作用はあらゆるところで働いていますが、我々はほとんどそれには気づかずに当たり前のように生活をしています。押せば同じ力の反作用が押したのとは逆の方向に働きます。引けば引いただけの反作用が引っ張り返しているのだということなんですね。我々の周りでは普段の生活の中でも様々な場面で作用と反作用は働いています。例えば怒っている人に会うと自分もなぜか腹が立ってきたりムカムカしてきます。逆に笑っている人に会うと自分もなぜか笑顔になります、などなど、こんな経験をしますよね。相対的なこの世界では作用と反作用は自然の法則であって、必ずそうなるように自然界で決まっているということなんですね。ということは、人や周りが変わるのも自分が作用を起こせば自然に変わるということになります。自分の在り方で、考え方で自分の周囲は変えることができるということになりますよね。武道武術でもこの作用と反作用は巧みに活用しているのですが、皆さんご存知でしたか？一般的な武道やスポーツでは、動きの速い相手にはより速い動きで対抗するのが一般的ですね。熟練された武術の内容になると、相手の速い動きにはあえて遅い動き、押してくれば押されて押す、引いてくれば引かれて引くのです。ちょっとややこしい表現ですが、このヒントで気づく人は非常に武術的なレベルが高い人かもしれません。これも作用反作用の原理を話しているのですよ。武術の身体操作では多くのことを同時に行う修練をします。初心の方はこんなにいっぱいやることがあるんだと自信をなくす方もいますが、ですが考えてみれば当たり前のことですね。簡単であれば達人は吐いて捨てるほどいるわけです。そもそもそうなれば達人ではないですよね。武蔵が言う自分の塔を建てるというのもこういうことではないでしょうか。誰もが真似できる塔を建ててもさほど建てる意味はないと思います。武術では一体化や同調、融合などと言われます。力を入れれば相手も力が入ります。力を抜けば相手も力が抜けます。相対した相手に敵対視すれば、相手も強い敵意を持って対抗しようとします。相対した相手と一体化し融合しようとすると、相手はこちらのコントロール下に置かれてしまうのです。人間の脳って不思議ですね。この不思議のからくりを研究し尽くしたのが武術の技ですね。なぜなら互いの命がかかっているわけですから。これが武道武術の真髄なのです。ではまた、最後までありがとうございました。私たちはスポーツ上達や極意を伝承するために、古武道の体の使い方と体幹力のアップを含む意識や心の使い方を研究し指導しています。このような体幹力アップや体の使い方、心と体を統一して使うための潜在意識の引き出し方、達人力や健康力にご興味がありましたら、この動画の下部の URL をクリックして詳細をチェックしてみてください。ご一緒にご縁を育んでいけたらいいですね。チャンネル登録とあなたのご参加をお待ちしております。